まして、これいっぱい、このこのメモはいろんなごちゃ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 いっぱい書きました。まずこのドン、コン、エンって書いてますけど、これ岡さん、この3つの単語は、まずドンから始まるな。ドン感であれっていうことだよね。あの人のね話は聞くだけど、自分がこれと思うものを持ってった時には、うん、それに対してのいろんな人のあの言葉を聞いてそれを膨らましていくっていうこと、うん、だけどいろんな話を聞いて自分が何っていうものを全部取っ払っちゃう人いるじゃない、うん、と何を求めて何をしたいのかが全然分かんなくなっちゃうでしょ。だからそれに対しては自分の思いに対しては鈍感であって人に振り回されることはないんだよっていうことだよね。 あまりこう、そうか、周りのからいろんな言われても、うん、そこにあんまり過剰に反応せずに、うん、自分のこう、うん、気持ちを思ったことをちゃんと通してればいい。だけど人の話は聞く、要するに自分の思ってることが正しいか間違ってるか、それとも人の話からチョイスするものもあるわけじゃん。足りないものをプラスするのも必要なのね、うん、じゃあ次コンというの、根っこを生やしなさいっていうことですよね。根っこを生やす、うんうん、はい、だからこのフラ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 しちゃいけないよって、もうとっとこ行っちゃう人いるでしょ。だけどもその根っこを生やすのは片足だけ、ね、恐怖がこうが槍が飛ぼうが片足だけだったらあのもうスルーできるから、両足ドンって言ったらもう動き取れない、しゃがむことしかできないわけだから、うん、そうするとね結局潰れるわけじゃん、うん、ただ何もできないじゃん。で縁っていうのは結局人とのどうつながってきたかっていうのが、はい、結局何かをしようと思った時につながりっていうのはあの自分のやりたいものを発表する機会にもなる。これ大学教授の方が言った言葉だったんですよね、あ、それをなんか覚えてて、そうメモ、で結局その縁があればその発表する運もつながるわけじゃないですか。なるほど、そう、縁から運に運に変える、うん、そう、だからその人とのつながりっていうのも大事にしてきなさいよって、うん、なんか美味しいことだけ面白いことだけにたら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 してても全然それはね、運にはつながらない、うん、